日本ホームインスペクターズ協会理事長の長島おさむです。よろしくお願いします。このコロナで日本経済、あるいは金融システム、ひいては不動産市場、住宅市場、バブルが崩壊しちゃうんじゃないか、金融システム破綻しちゃうんじゃないかというようなことが一時言われましたが、そういうことは一切起きませんでした。もちろんホテル、あるいは、えー、と、 テナントが入るような商業ビル。こういうものは調子悪い。なかなか大変ですよね。で、一方で、えっと、オフィスビルについてはですね、一部撤退の動きがありましたが、それでも、えー、都心部都市部あたりの空室率はまだ5%台。で、ね、一番空室率が如実にこう上昇した東京渋谷区あたりはですね、意外と今、あの、鈍化しています。ね、空室率の伸びが鈍化しています。で5%内外で推移するようであれば、ね、大きく崩れること。 とはないだろうという流れになってます、ね、一方で我々のこの住宅の世界ですけども、このコロナが一段落した後、もちろん去年、2020年の4月、5月あたり、多くの地域で緊急事態宣言をやっている頃にはですね、取引が半分、あるいは40%減みたいになっちゃうところが続出しました。ところが、取引は減ったのに、 価格は下がらなかったんです、えー。かつての90年のバブル崩壊、あるいはリーマンショック後の えー、プチバブルが崩壊したっていうのかなで。いうような時と違ってですね、投げ売りが一切起こらなかったんですね。これは新築一個建て新築マンション、えー、中古ももちろんそうですしと。で、えー、蓋を開けてみるとですね、緊急事態宣言以降は、えー、住宅に関する見直しが起こって、大きく二つの流れが起きました、えー。緊急事態宣言で人があの、なんか外に逃げちゃう、地方に行っちゃう、海外に行っちゃうとか、そんな流れは一切起きずに、むしろ中心部に集まる流れ。 より都心部により駅前、駅地下により会社に近いところ、より利便性の高いところを求めるという流れの中で、都心部、都市部、大都市部の不動産が新築、中古ともに人気だったわけですね。で、一方で、郊外、あるいはの地方の一部の都市ではですね、 家賃とローンとの比較で一般的に住宅購入の可否を決定するものですけれども、このコロナということもあって、住宅住まいそのものに対する見直しみたいなこともあり、あるいは在宅勤務、リモートワークみたいなことが普及するとですね、今、賃貸に住んでいる人たち、2L、3L ぐらいのところに住んでいる人たちがもう一部屋欲しいよね、ということで、この 4LDK に引っ越すと、4LDK 以上に引っ越すというような大きな流れ 流れ波が起こりまして、えーいえー、郊外、ね、みたいなところでもそれはそれで、えー、新築中古マンション1戸建てとも、えー、好調な わけなんです。で、もちろんこの校調を支えているのは、一番はやっぱり何と言っても歴史的な低金利。今は変動金利でいうと0.5%切ってる。固定金利で言っても1%内外ということですからね。加えて住宅ローン控除。住宅ローンの残高が1%、10年間戻ってくるという特典があるということもあって、住宅市場はですね、全体のパイ、日本全国のパイとしてはこう減り続け つけてはいるものの都市部大都市部みたいなところを中心に非常に活況を呈しているとでここでウッドショックというものもありましたね木材が入ってこない材料資材が入ってこないとでこれこのままいくとですね これが長引くようだと、価格にも影響してくるという可能性もあるかもしれないというくらいですね、受給がこう逼迫しているということがあります。あとは皆さんご存知の通り、私たちの業界はですね、工場的に人手不足、特に建設の部門ですよね。大工さんは高齢化、まあ、平均年齢で言うと今60超えてますからね、どん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 こう人が辞めていく割には若い人が入ってこないということで、 工事現場ってね、工場的に人手不足。え、それと、昨今の市場が好調だということもあって、現場監督、まあ現場監督、ただでさえ 3K と思われるような職場で、若い人にあんまり正直人気がないというようなこともあって、現場監督も一人当たりのその現場の持ち数がものすごい多い、10件、20件当たり前、東京都心部のとある建売りの会社はですね、一人当たり40件あるいはそれ以上持っているというような会社 もあったりするんです。なので、どうしても勢いこう、えー、忘れ漏れ。 え、あるいは雑な工事、え、みたいな、え、ことが頻発しちゃってるっていうのが現状なんですよねで。そういう状況の中で、私たちのような、え、ホームインスペクター、住宅診断士、え、というものの、え、役割っていうのは非常に大きくなっています。え、今のは新築の話です。もう一つ、え、この新築ブーム、新築住宅建設ラッシュっていうのは、いつまでも続きません。え、というのも、え、今日本はですね、新築住宅を80万戸から90万戸台ぐらいですかね、今年は、え、作っていますが、 え、これ最終的に半減します。ね、10年も経たないうちに40万個からせいぜい50万個くらいになるでしょう。じゃあこれがいつまで続くのかといえばですね、まあざっくり言うと、日本が今の財政を続けていられるうちです。で今日本はですね、予算を100兆円強、110兆円ぐらいの予算で回しているわけですね。で、この中で不動産に回ってくる予算、とりわけ住宅に回ってくる予算の 半分以上はですね、新築に持ってきてもらってるんですよ。で、ここで、ね、いろんな優遇をしたり、あるいは、えっと、フラット35にも、あの、実質的な補助金をつけたりということで、とにかくこう、新築を買ってもらおうということにシフトして予算組をされてるんですね。で、この残りを、 中古とか賃貸とか、あるいは介護系の住宅に振、えー、ってるという、こういう状況なんです。一方で空き家は増え続けてしまい、今1個の新築が作られると1個以上の空き家ができるという、こういう状況になっていますよね。えー、この109兆円の予算がいつまで組めるかと言い換えると、これが組めなくなればですね、真っ先にバッサリ切られるのが、 え、住宅の予算のうち、とりわけこの新築優遇の予算です。ここいらないよねって話に100%になりますから。ということになると、やっと日本もですね、中古住宅流通、あるいはリフォームリノベーション、この市場が伸びてくるということになります。これまで、国土交通省を中心としてですね、中古住宅流通、あるいはリフォーム市場を倍増させようなんてやってましたが、あれではうまくいくはずがないんです。なんでうまくいかないのかといえば、中古を優遇する一方で、 イノベーションを優遇する一方で新築をもっっっっとと優遇しててていいいるというこっちをややめないまま中古リフォームってやってきたからですですもさすがにこっちがもうできないねということになると、じゃあ今あるものをどうしようかということにやっとなるということなんですね。この住宅業界にいる私たちはですね、たった今のこの住宅ブーム、とりわけ新築ラッシュみたいなものに向き合ってここでビジネスをしていく中で、一方でこれそのうち半分だ ちゃんだなととといいうようよなな、えー、中期的な現実とも向き合っておく必要があると思います。でその時に、えー、多くの人たちが直面するのはですねこの中古住宅になった時にその建物がどのくらい劣化しているのか、えー、どこをいつごろいくらぐらいお金をかけて直せばいいのかでその場合には、ね、どんなやり方があってそれぞれあの何年ぐらい持ちそうなのかとこういった見立てができるかできないか、えー、ここがですね、えー、これから、えー ロボット化 AI 化が進んでくる、ありとあらゆる業界でロボット化 AI 化が進んでくる中で、今のような数の業界人、今は人手不足ですけどもね、将来的にはいらなくなるっていう話なんですよ。で、今後求められてくる業界人、住宅業界人っていうのはですね、不動産系であっても建築系であっても、この建物が経年して時間が経って、劣化していった時にどういうふうに扱うのかと、ここのノウハウを持っているかいないか、というところが、 大きな分水嶺になるということなんです。そういった知識を提供する中この日本法ミンスペクターズ協会でやっているこの試験なんですね。このテキストを一通り学んでいただき試験を受けていただき、しかも今回今年度からはですね、これまでは毎年一回の一発勝負だったんですけれども、三回まで複数 三回まで受験、チャレンジ、再チャレンジすることができるようになっています。今後、この業界で仕事をやっていくために、あるいは不動産投資をやっていらっしゃる方、あるいは、もう、それやってて大屋さんなんかでもいいと思うんですけども、建物の知識っていうのはですね、本当に 一生ものです不動産業界住宅業界建築の世界あるいは大家さんとして中長期的にやっていくためにも建物の劣化の知識についてぜひ学んでいただければというふうに思います以上ですこんにちは日本ホームインスペクターズ協会理事の栃木渡ですこれから2021年度公認ホームインスペクター試験ガイダンスと いうことでインスペクションあるいはインスペクターの資格というのはどういうものかについてご説明したいと思いますと試験の具体ですとかその辺はまた改めてレックさんの方からご説明します私の方からはあくまでもその資格を持ってどういう仕事になるのかというようなことを中心にご説明したいと思います えー、当たり前になるインスペクションとあなたはどう向き合うかということです。えー、っとまああの事務局の方にですねいろいろとご質問をいただきます。で主にですね今ご覧になっている四つがまあほぼほぼすべてのご質問になります、えー。インスペクションって何ですかとどんな仕事なんですかと。 いうこと、それとまああのインスペクションに絡む仕事、あるいは建築に絡む仕事、あのさまざまな資格がございます。えー、それは、えー、何が違うんでしょうかと、えー、インスペクターの資格を取ってどうなるんでしょうかみたいなお話ですね。それとあとこれはあの完全に誤解ではあるんですが、えー、建築士じゃないとインスペクションできないんじゃないのかと、えー、いうようなお話もいただいたりもします。えー、それとまあこれが一番、うん、切実というか。 なんでしょうね資格を取ってまあ商売になるのというのをまたちょっと俗っぽい言い方ですけどもまあどんなふ風な仕事の展開ができるのかというようなご質問もいただいたりします、えー、今日はこの四つをですね、えー、それぞれご説明していくような形で進めていきたいと思いますまずですねえっ、ー、とまあ現状中古住宅ですねあるいは今お住まいになっているお宅 かかでもでででもすすすすねねねごご覧になってわるりいこれはあの基礎を何でしょうねこのコンクリート柄を見るとおそらく外から壊したんだと思うんですがこれがアンカーボルトがもうむき出しになっているいや穴の開いたところをこれおそらくスタイルホームかなんかの断熱材で塞いでるこれはあのおそらく外壁の側から漏水があってここのところにエフロエッセンスと。 いうことでで白いシミ跡がききてきているこれは床下にですねなぜかもう、えー、夏ななでしょうかねこれは、えー、植物が生えてきちゃってるみたいな、えー、状況、えー。さらにこれは結構衝撃的なんですがもともとこれ排水管これはあの実は流しの排水なんです。でこの排水管がこういう形で入ってたんでしょうけども何らかの都合で、えー、外れた。 で多分おそらく住んでた方もわ、えー、からないままここから排水が、えー、どぼどぼと流れ出す、えーまあ、多少温かいお湯なんで、えー、それが床下で、えー、し自然浸透ます状態ですね、えー、おそらく汚水がし浸透してた、えー、で床下の,換気あの湿気が高くなって、えー、ここに入っていたグラスウールやなんかも脱落した、えー、さらにカビも生えてきたみたいな状況です。 えこれはあの結構衝撃的なんでここのとこカバーしましたけどもなぜか床下に鳩の死骸があるというような不具合えこんなようなですねいろんな不具合がですね現実のものとして今不動産のえ流通え住宅やなんかで流通してます。でまあさすがにこれはいかんだろうとえ一般消費者の方々にまああの住宅購入の前にえそれらをチェックした状況で できれば安心して購入していただきたいと手前どもの教会の理念としては日本の人と住まいのより幸せな関係を追求しその思想を世の中に広めることですという理念を持って手前どもの教会は運営しておりますここんところ赤字で書いてあります非常に雑白に書いてありますけどもホームインスペクションとは住宅の劣化状況欠陥の有無回収すべき箇所やその時期 おおよその費用などを見極めアドバイスを行う専門業務ですということで書いてあります。で、このえっと劣化状況欠陥の有無まではですね、まああの後で出てきますけども、既存住宅状況調査技術者の方々でもやりますし、いわゆるえ貸付保険の加入前検査やなんかでもチェック事項にはなってます。で、我々のあの特筆すべき 資格としては我々はあくまでもそれを受けてですねどういうふうに改修したらいいんですよとあるいはどのぐらいの費用がかかりますようですとかそこまでアドバイスしていきましょうというのがまず一つ我々のホームインスペクターの仕事の特徴的なところではないかと思います。 えー、当協会は生活者がホームインスペクションを利用しより安全に安心して納得できる住宅売買に臨めるようにホームインスペクションの、えー、技術基準ホームインスペクターの、えー、行動基準などを定めています、はい、でこれがですね、えー、とまあ,あのホームインスペクションというものを、えー、図式で、えー、表した チャートになりま,す、えー、まああのよくあるのがですね一番多いご質問がこの既存住宅状況調査技術者、えー、この検査、まあ、これはあの宅建業法で、えー、規定されている、えー、ものなんですがこれとですね我々のホームインスペクションというのをあの非常に混同されている方が多いように思います。で我々はさあの先ほどあのお見せしたとおり、えー、あくまでもですね 建物全般何かですね目的を持って例えば過小権の調査というのはあくまでも保険加入のための検査になりますあくまでも何かそういう目的を持ってですねやるというよりはえまあ住宅購入される方がえ建物の概要を知るみたいなイメージですねでえまあ例えば 普通のあの病院かなんかで例えると非常にわかりやすいと思います。で、えー、例えば体どっか調子悪いよねというときにいきなりですね、えっ、ー、と総合病院かなんかに行ってですね、えー、初心外来で見る方っていうのはほぼいらっしゃらないはずなんです。大、え、概、ー、はかかりつけの内科のお医者さんか何かに行って、先生ちょっと調子悪いんですけどもと。で、その時点で、えー、そのお医者さんっていうのは大概は まあ、例えば聴診器だとか、えー、簡単なレントゲンを撮るかもしれません血液検査ぐらいするかもしれません、えー、いわゆる、えー、我々でいうところの目視でやる検査、えー、まあ簡単な器具を使ってやる検査ですね、えー、その辺を、えー、やってからまあその状況を見極めた上で、えー、ちょっと重症かもしれないねということになると専門性を持った病院あるいは、えー、専門的な機器を使った病院 に例えばご紹介すするみたいいいななな流れが非常に一般的な話ではないかと思います我々はこの公認ホームインスペクターというのはその町医者をですね目指そうよというのが実は我々の公認ホームインスペクターという資格でこの辺全てですね全てがホームインスペクションという概念。 とし思えま、ー、え町医者に、えー、先生のところにお伺いして、えー、中には、えーまあ、我々でいうとサーモだとか超音波超音波というのは鉄筋の位置や何かをこう知るための機械ですけども、えー、そういうところに行った方がいいよとご案内して、えー、その上で精密検査をするあるいは、えー、さらにある程度例えば えこんな病気じゃないのかなということが分かれば今度はさらに「専門外来」と言って書いてありますけども例えば住宅で言うとシロアリですとかアスベストの検査あるいはガスクロっていうのは空気中のガスの検査ですねシックハウスですとか土壌の検査でも使いますけどもそういうものにご案内する。当然この シロアリの検査をやっている方がいわゆるホームインスペクションとして、えー、やられるのも構わないと思いますし、えー、逆に、えー、と通常の、えー、と例えばアスベストこれはあの今あの専門的な資格がいることになってますけども、えー、こちらを、えー、持ってる方々が、えー、ホームインスペクションということで、えー、お仕事をしていただいても構わないと思います。えー、こちちららの方はどちらかとというと 公認ホームインスペクターをはじめとして民間資格の分野なのかなというふうに感じております。で混同されるいわゆる既存住宅状況調査ですねこれはあくまでも法廷の検査です。法廷の検査というと病院でいうとどちらかというと例えばえ 労働基準法かなんかで定められている職場の年1回の年回定期検査みたいなイメージでしょうかね、えー、それで、えー、まあ健康な人はそのまんまもしかすると、えー、貸し保険あの人間でいうと生命保険に入れるよねというような流れあの保険というのはご存知の通り健康な人間じゃないと入れません、えー、住宅も同じで、えー、健康な住宅じゃないと可保険には入れません。 まあそれを見極めるための検査になろうかと思いますですからこちらの方はどちらかというと法的に定められた資格国で定めたあの制度ですから当然国家資格既存住宅状況調査ですと建築士を持っていてなおかつ定められた交渉を受けた人間じゃないとできないですよねとそれと過小権に関してはさらに それぞれぞ保険よえと法律で定められた制度なので国家資格としての建築士が必要と保険業務に関しては加えて各保険会社との契約が必要。でこれもまあ法廷の検査ではあるんですけども我々の概念としてはあくまでもこれも含めて全てがホームインスペクションですよというような 捉え方をしております、えー、ここんところで旧クエスチョンとしてインスペクションって何どうするのというところが赤字で答えが書いてあります、えー、既存住宅状況調査とホームインスペクションは根本的に違いますよといわゆるホームインスペクションは住宅の全般を検査診断とする広い概念です概念ですあくまでも 既存状況住宅状況調査は法的制度的な位置づけとして住宅を部分的に検査する業務になります。ここのところえとまあちょっと我々とはあまり関係ないんですけども既存住宅状況調査に関して、えー、基本的な流れというのはこんな感じ。 えまあ,あの住宅の売買する時の売買契約の時にですね宅建業者さんがインスペクション業者の斡旋の可否を示しえこのとこのせんの,の可否っていうのはあくまでも宅建業者さんが斡旋できるかできないかですねでえ売買依頼者の意向に応じて斡旋。要はえと一般消費者の方がえ紹介してくださいと言われればちゃんと斡旋しなさいよと。 で、えー、インスペクションを行った上で、まで、あ、ここで「インスペクション」という言葉を使うからちょっと混同されるんですね、えー、依頼者の意向に応じ既存住宅状況調査を実施ということですね、えー、それの結果を宅建業者がインスペクション結果を買い主に対して説明、えー、ここのところで重説説明時になってますんであくまでも説明責任は宅建事業者宅建さん宅建士師さんですね ということに立て付けになっています。で、手前どものあの試験、えー、いわゆる宅建事業者さんの方がおおよそ4割ぐらいかと思います。えー、その方々のやっぱ受験動機に、えー、アンケートやなんか見てみるとですね、やっぱりここのところ、えー、まあ心あるこう宅建資材やなんかを重説の時に、えー、要は、えー、結果だけ、まあ既存住宅状況調査技術者さんから。 もらったところ例えば、ーえー、まさしく宅建士の試験の中にはその、えー、住宅の劣化ですとかそういうところはほぼほぼないですから、えー、やっぱりここのところでちゃんと説明しなきゃなりませんよねというようなことで、えー、我々の試験を受けにななる方がが多いような気がします、えー、その上であとは売買契約時にそれをちゃんと書面で残しますようねと。 いうのが、えー、既存住宅状況調査の概要です。まああの実はその法的に定められたことなんで、えー、もう一つ、えー、その調べる内容というのも実は法的にこれは定められています決まっています。えー、で実を言うと、えー、とウエスに関することと構造に関すること、原則的にはこの二点だけ。 を調べればいいよというのが実は既存住宅状況調査とあるいは過小権ということになりますまあ、多少の例外はあるんですけどもまあ、それを細かに説明していくとまたえ混乱しますので、えー、原則的にはえ構造に関することと薄いに関することまあ、これがあの国交省の資料ですけども、えー、ぐらいになってわかる通り構造構造薄い薄いですかこれは構造薄い、えー、構造構造 すべてが構造と雨水に関することマンションや何かでも全く同じ内容になっています。えーまあ、あの今ほど申し上げたとおり、えーまあ、宅建業法で定められた仕組みとしての既存住宅状況調査というのはもうあくまでも定められたところを定められた やり方でで見るだけですよとでホームインスペクションというのは、まあ、そこのところに限らず、えー、全体建物全体例えばそうですねあの建具の、えー、立て付けですとか、えー、あるいは内装やなんかのひびやなんかも見ることもあるでしょうあるいは排水の状況ですとかその辺も含めて見ていくのがホームインスペクションですよということになっております。 えーまあ、あの今のところ申し上げたところでほぼほぼ既存住宅状況、えー、調査とホームインスペクションのなんとなく違いはお分かりいただけたんじゃないのかなと思いますけども、えー、クエスチョンの2番目いろんな資格があるけども何が違うんですか建築士じゃないとインスペクションはできないんじゃないんですかというクエスチョンに関してはですね、えー、公認法務員スペクター試験に関しては原則受験のための資格要件はありません。 これはですね先ほどあの申し上げたとおり宅建師さんやなんかがやっぱりちゃんと説明のために取るというような方もいらっしゃるということになるんで我々の資格の前提条件を建築士にしてしまうとですね今度その宅建師さんの方々がですねなかなか勉強する機会もあんまりないだろうということも考えまして手前ども前提条件をつけずにですね りえす、ー、我々の,あの資格というのはあくまでも民間の資格としてですね、えー、まあ皆さんがお持ちのインンススペクションスキルこれはあの、えー、冒頭に申し上げたかもしれません例えば赤外線のサーモカメラの資格ですとかいろいろな資格ありますけどもそれをまあ えー、含めて、えー、住宅全般を見れますよというようなイメージを対外的に担保するための資格として、えー、ホームインスペクターの資格があります。えー、またあの、えー、時にはですねえと、ー、建築士ないのにホームインスペクションをするのは違法じゃないのかというようなお話をされる方もいらっしゃるんですけれどもあのこれに関しては、えー、全く違法性はございません。あの我々、えー、インスペクターズ協会ですね。 設立してからもう十数年経ちます当初設立当時ですね 国交省の方々ともその今後のホームインスペクションに関していかにあるべきかみたいなですねディスカッションもしたりですねしておりますしまあそもそも違法なことをやってる協会であれば十数年ですねこうして NPO としてですね活動できるわけがございませんのでこれはもう声を大にして建築士資格を承持してなくても ホームインスペクションを行うことには何の違法性もございません。ということは申し上げておきます。今申し上げたあのえ、施設当初からですね。まあ、あのホームインスペクションに関して、いろんなことをですね。まあ、あの国交省さんにアドバイスしたりまあ、協議したりもしてましたよ。というのがまあ、これあの教会のホームページからです。 2008年に手前どもあ,のあくまで任意団体として設立したんですがその後、まあ、あのインスペクションのインスペクターの試験を作ってみたりあるいは、まあ、そもそも、えー、とその調査報告書ですねそのフォーマットを作ってですね、えー、我々提供しております無償で。それも我々が多分 おそらく一番最初だったのではないのかなと思います。で、えっ、ー、とえっ、ー、と2000平成24年ですね。平成20えっ、ー、とこの2012年というのがおそらく平成24年なんですけども、国、え、連、ーえー、国交省で、えー、既存住宅インスペクションガイドラインというものを作っております。それがですね実は平成25年に作られています。 ですから平成24年からですねまあいろんな各委員と協議しながら、まあ、今後のインスペクションに関して論議を進めていったとですから、まあ、国交省さんがこのガイドラインを作ろうというさらに前からですね数年前から手前どもも活動してますしそのインスペクションガイドライン検討会というものに手前どもの長島もですね委員として参画しております。 この辺がですねインスペクションガイドラインの中から先ほどの資格に関してのお話ですねこれがイイインンンスペクションガイドラインの抜粋でございます住宅の建築に関する一定の資格を有していることや実務経験を有していることは必要ですよねとこれは要はインスペクションの検査ここでは検査人という方検査を行うものについての望ましい姿ということで書いてあります。 当然その中には建築士も入ってますただここのところで建築施工管理技師これはいわゆる現場の施工に対応するような方々ですねも入ってたりいろいろと、まあ、あくまでも望ましいと国家資格と実務経験を一定程度有していると考えられるものの組み合わせとしては次のものが挙げられるということで、まあ、あの国家資格を持っていることに 例えばそはそれの方がいいよねという感じでは書いてありますけども決して建築士だけが必須条件にはなっておりません。とあとまあ一定の実務の経験があるものとして例として挙げられてますけどもここのところに共同住宅に係る建築基準に基づく定期点検だとかですねこれは今建築士以外でもできます。それとと住宅のアフターサーサビスなどとして 定期的な点検あるいはこれちょっと字がつぶれまつってますねリフォーム工事の施工だとかに関わっている方々要は建築士以外の方でも十分可能ですよということはこの検査人の望ましい姿として国交省ののガイイドラインの方に書かれています、えーまあ、とはいうもののちゃんと能力があるんですかと。 いうことは担保しなきゃならないねということで、えー、適切な業務実施のため講習などの受講により必要な知識経験などを補うこと必要な知識などの習得状況を確認するため修了考査などを行うことが求められるということで書いてあります実はこれこそが我々のホームインスペクター試験ということでまあある一定程度の 知識があるかどうかの確認としてですね手前どもの試験を実施させていただいてます能力を所持していることを対外的に担保するための公認ホームインスペクター試験という立て付けになっておりますえそれとですねまあこれもあの既存住宅状況調査に関してなんですけどもえ先ほどあの定められた法的に定められた部分の ところあるいは法的に定められた検査内容をするんですよというあたりのご説明になりますこれはあの国交省のホームページから抜粋しましたけどちょっとちっちゃいんでこちらに大事なとこだけ大きく書きましたで、ここのとこにはいわゆる保険法人ですね貸し保険の法人の名前が書いてありますあ,あ、ごめんなさい既存住宅状況調査の資格付与団体ですねそれが書いてあります で既存住宅状況調査技術者講師を終了した建築士は国が定めた既存,状況、えー、既存住宅状況調査方法基準に従い既存住宅の調査を行うとですからこれも、えー、と要は調査内容も、えー、と既存住宅状況調査の方は、えー、もう法律で決められてますよということです。それと、えー、もう一つ、えー、建築士を持っている方々は 唯一あるのは建築士を持っている限りは必ず建築士事務所登録をしなきゃなりませんよということですね。でこれも、えー、とよくあのホームインスペクターの仕事をしててですね、えー、何も登録も何もいらないのかというようなお問い合わせをいただくんですが、えー、例えば建築士の資格をもうすでに持っている方が業務としてホームインスペクションをやるという時ですね。 それで当然報酬を得るということになろうかと思いますけれどもそういう場合はあくまでも建築士を持っているという前提で建築士建築士法ですね建築士法の定めによって建築士事務所登録はしなきゃなりませんよねということになっています。ただしホームインスペ元々例えば建築士をお持ちじゃない方が ホーームインスペクターの資格を取るることも当然あるわけで実、ね、で、その方がホームインスペクタションを行う時には、まあ、当然建築士持ってないんですから建築士事務所登録もしようがないです,よねとですからホームインスペクターの資格を持ってて特に建築士の資格を持ってなければその業務を行うにあたってどっかに登録するだとかですねその必要はありませんよと。 いう形になります。えっ、ー、とこれもですね、まああのちょっとダイレクトな、えー、質問になりますけども、まあ資格を取って商売になるんですかと、えー、いうのをまあ、電話やなんかでいろいろと事務局にお問い合わせいただきます。でこれはですね、もうあのなとも言いようがないんです。でまあどんな資格でもどんなお仕事でもそうだと思いますけども。 えどんな資格持っててもそれだけでですねえ棚からぼた持ちですねえ棚の下で口開けて上向いててもですねやっぱりえその資格を生かしてえどういうまああのサービスをするのかどういう形でえお店の存在を知ってもらうのかえそんなようなことをですねえ努力してた方々は 今日本全国各地でですすね、えー、活躍ししていいらっしゃいますでただ、えーまあ、半分クレーム半分ですね資格取ったけど何も仕事来ないぞみたいなお電話を頂戴することもあるんですけども、まあ、さすがにそれはですねあのなただ黙ってるだけではやはり仕事はありませんと。 これはもうあの率直に申し上げてどんな仕事、どんな資格でも同じではないのかなと思います。ただ我々の資格ですね。あのまあ取得するためにお勉強していただくということによってですね。まあ、知識が得られるメリットはあってもですね。まあ、それによるリスクっていうのはほとんどないわけです。で、特に宅建士の方々やなんかですねえ。宅建士の方々やなんかは？ まああの勉強することによってまあ結果としてもしかするとインスペクターの資格は取れなかったかもしれないよとでもまあ少なくとも知識は今まで30だったのが60ぐらいには上がったよねみたいなねことはありえると思います。それとあとそもそも建築士の方々まあ建築士持ってればですねあのホームインスペクターの資格取らなくてもですね当然あのインスペクション業務というのはできるんですけどもまあ これも建築士の資格試験の中であんまり住宅の劣化だとかですね不動産流通だとかそういう部分というのは建築士の資格の中の学習項目としては出てきません。ですから、まあ、ホームインスペクターの,仕事あの資格の勉強をされてですねその辺の知識を取得するというのは、まあ、建築士を利用してインスペクションの業務を行うにあたっても 非常に有益なんじゃないのかなというふうに思います。でホームインスペクションをですね、まあ、あの概念として非常に広いんですよとあの病院で言えば、まあ、最初の問診だとかですね聴診器を当てるところから始まるのがホームインスペクションですよというようなことを申し上げました。で 例えば、まあ、どちらかというと中途住宅の流通に伴う、えー、インスペクション、まあ、既存住宅状況調査はもう完全にそれに特化した、えー、業務になりますけども、まあ、ホームインスペクションという看板を挙げるとですね、えー、それを入り口としてですねさまざ、あ、まな業務が広がるのかなと、えー、今こちらに書いてある項目というのは現実的に、まあ、実はあの私 えー、設計事務所を営んでおります。で、その中でホームインスペクションという業務もしております。で、その看板を挙げたおかげでとというかですね、えー、今書かれている業務というのは、えー、現実的に私なんかが、えー、依頼を受けている業務の、えー、一例でございます、えー。まあ一番上に書いてある中古住宅、えー、売買に伴うインスペクション、まあこれは当たり前。 で初、えー、めてからあのびっくりしたんですが実は工務店さんからの依頼があったりあるいはまあ建築主の依頼からでこれは何かというと工事中にまあさまざまなトラブルがあったりするわけですね。そうすると工、えー、務店さんの方からは「まああの悪意はないんだ」と「でまあ、とにかく何か間違っちゃったよ」えー、でそれをあの補修したよと。でも まあ、そこのところで建築主さんとこう、えー、そもそもの信頼関係が失われちゃったというような場合ですね、まあ、あの第三者的に、えー、大丈夫かどうかをチェックしてですねそれを、まあ、建築主さんに説明してくれないかみたいな、えー、イメージですね、えー、そんな依頼が工務店さんからあったりあるいは建築主さんからまた逆バージョンですね「えー、あの工務店さん信頼にならんよと」と、えー「だからチェックしてください」みたいなイメージ。 それとあとまあこれもあ,のあるあるですけどもまあそんなのがこじれにこじれて紛争案件みたいな感じになっちゃった場合のまあ我々はあのえまあ仮に私も建築士ですけどもえーいわゆるあの交渉だとかえその辺になるとそれはもう弁護士さんのえ仕事になります。 それをやって報酬をもらうのはあのいわゆる非弁行為ということになりますんで我々がやるのはあくまで意見書という形で資料を作成するということになりますけどもそんなご依頼もあります。それとあと一一棟棟マンンション一棟アパートのの購入前の調査です、ね、まあ当然収益を前提として買うはずの物件がですねさまざまな不具合があるような物件だと。 これは当然、えー、せっかく、えー、儲けようと思って、えー、買った物件が、えー、金食い虫になるとこれはもう、えー、とんでもない話ですから、えー、収益物件の、まあ、購入前の調査それとあともう一つはあの、えー、非常に個別の不調査ですね、まあ、あの漏水があったら地盤沈下してんじゃないか、えー、交通事故というのはこれはですねあの結構あの車がですね 建物に激突するあのいわゆる車の自爆事故みたいなやつですね、えー。その時に要は建物の方のダメージがどんなんなんだろうということで調査してくださいというようなご依頼もあったりします。それとあとあのこれは北海道ではよくあるんですけども要は落雪によって、えー、都内の家を傷つけただとかですね。まあそんなような事故ですね。えー、そんなようなことからの,事柄の、えー、不具合調査と。 いうことでご依頼が個別にあったりもしますそれとあとデューデリジェンスというのはこれはあの例えば企業買収だとかですねそういう時に相手の買収しようとする企業が持っている資産不動産ですねそれの内容をチェックするとテクニカルレポートとかという言い方もしますけどもそういう仕事あるいはあの特権の定期報告ですね えまああのものによってえ毎年だとか3年に1回だとかいろいろとえーケースバイケースですけどもえそこそこ大きなマンションというのは必ず特権の定期報告というのをしなきゃならないことになってます。その類ですねそれとあとこれもえ非常に多いんですけども耐震証明ですね。いわゆる住宅ローン減税に使えるものですから非常にの非常に 不動産事業者さんんも簡単に言うんですね耐震証明すぐ出るんだろうと、まあ、あの実際に証明書自体はあの栄養のペラチですからあの大した書類じゃないんですけどもまあ,あのその辺を作ってくれないかとで、まあ、これ実際耐震証明を作るとなるとあの耐震診断して耐震補強を設計して耐震補強工事を向上してということで非常に実はハードルが高くなりますまともにやろうとすると。 でえー、と今、いわゆる過小権の不保証明というのが出れば目的があの住宅ローン減税であればです、ね、そちらでも対応できますよということになってますので、まあ、これはあの先ほど申し上げたとおりあくまでも建築資産で既存住宅状況調査技術者の資格を持っていてなおかつ過小権の保険引き受け会社と契約している。 えそれぐらいの,あの3つぐらいのハードルがありますけどもそういう方じゃないとできませんがまあ過小権の検査をやってねとですから耐震証明が実は入り口で目的はあの家を丈夫にしたいだとかですねそういうことじゃなくてあくまでも住宅ローン減税に使いたいということであれば耐震保険の検査でいいよねみたいなね流れの業務というのもあります。まあ あの今申し上げたとおりですね、えー、いろいろな、まあ、入り口は一つでもいろんな業務の広がりがありますで、えーまあ、ここのところにあのちょっと気が付いたことをいろいろと書いてあります、えー、それぞれの業務の特徴ですね、えー、あるいは、えー、依頼してくるお客様の特徴、えー、ですね書いてあります、えー、まあい,いろんなことはありますけどもいずれにしても 建物のところで仕事をしなきゃならないといわゆるリモートが効かないよねというのが我々インスペクションの仕事です。ということはイコール地域ナンバーワンにならなきゃならないよねとそうすると、まあ、あの資格を取ったとしてもそれなりの戦略が必要なんじゃないでしょうか努力も必要でしょういわゆるマーケティング上の努力も必要かと思います。 えー、まあ、あの間口を広くですね、いろいろと柔軟性を持ってお仕事をやっていただければなと思います。まあ,あの現実的に日本各地でですね、それぞれの地域で、えー、ご依頼をたくさんいただいてですね、やってるインスペクターさんもたくさんいらっしゃいます。まあ,あのぜひですね、えー、皆さんの業務の一環としてですね、あのホームインスペクションを加えていただければなと思います。 えーとちょっとあの冒頭の,あの主な質問のところにはなかったんですけどもえクエスチョンの4としてえインスペクションの結果建物の不具合が見つかった場合どのように説明するのかまたその場合の注意事項はということでこれもですねえインスペクションンの,のインスペクターの資格を取った方でもですねえたまに事務局の方にお問い合わせがあったりするものですからえあえてちょっと付け加えてあります。まあ お答えとしては、えー、事実をありのままにと、えー、いうことしかないわけです我々としては。で、えー、そこのところに変なあの、えー、手心という言っていいのかなあのいわゆる早いりの言葉で言えば忖度をしたりですね、えー、する必要はありません、えー、あくまでも事実をありのままにということがあの、えー、肝なんじゃないのかなと思います。でただし 皆さんがそれぞれ持っている知見で、えー、技術的なアドバイスはしますとでどんなアドバイスができるのかがインンスペクショの肝でございますとこれも冒頭にご説明した「ホームインスペクション」という概念の中で、えー、いわゆるただただ、えーまあ、法的に定められた内容をチェックして、えー、そういう不具合があるかどうかの丸罰をつけるだけじゃないですよと。 それ以降の、まあ、どんな技術的なアドバイスができて依頼者の方に寄り添えるかというあたりがですね我々ホームインスペクションの肝でございますというお答えをしておきます。これがででですすね既存住宅状況調査報告書のの一例でございますで、えー、まああの ちょっと検索してていただければすすぐ出てきますこれ玉坂ジャパンホームシールドさんのホームページから、えー、いただいてますけども、えー、これはもう法律で定まった書式ですから、えー、基本的にはみんな同じです。えー、でここのところに書いてありますけどもまあ不具合があったかなかったか見れなかったかまあそれだけのチェックということになっております。で えそれに対して我々とのホームインスペクションというのはこれはあの手前どものホームページからえ抜粋しました。でえまあいろんなあの部分がありますけどもえ例えば設備の状態ですとかえ室内の状態あるいはえ例えばバルコニーに出てえ手すりがどうなってるかだとかですねえそんなところも含めてえチェックしていきましょうと。でこのチェック項目もですね一応 あの手前でもこんなところを見ればいいんじゃないですかということであの代表的なところを挙げてはありますけども、これも別にあの何か決め事があるわけじゃありません。あの皆さんがそれぞれの知見の中でチェックをさらに加えていっていただいても結構です。それは全然問題のあることじゃないです。よくあのこれも教会で定められた。 チェック項目とかっていう言い方される方もいらっしゃるんですが、あのあくまでもこういうチェック項目があるよということで推奨はしておりますけども、これをあのやらなかったからホームインスペクターじゃないというようなこともございません。あのあくまでも一例としてこういうふうにしてホームページの方にはあの出させていただいております。で我々の特徴的なのは要はまあ いろんな不具合があるよね具体的にチョーキングっていうのはこう表面に白い粉みたいなものが出てくることですがまあ、それのあるなしを当然分かりやすくしましょうで特徴的なのは全てにこういう形で写真を付けた上でこういう形でコメントをつけていくとでこれはもうまさしくホームインスペクターそれぞれが それぞれの知見でそれぞれのオリジナリティでどういう説明の仕方をするかどこまで説明をするかお客様にどこまで分かりやすく言えるかこれがもうインスペクターの腕の腕見せ所というところろととといいううになろうかと思いますそれとクエスチョンの5としてですね「j i 日本ホームインスペクターズ協会」の会員にあるとどんな メリットがありまますすかかとと、えー、いうこともよく聞かれます、えー、ちょっと変な書き方してます、えー、ちょっと言われますと、えーまあ、つまり今まで申し上げたとおり、えー、対外的に、まあえー、ホームインスペクションに関するさまざまな能力がある一定以上あるよということを、まあ、対外的に、まあ、担保できますよねと、まあ、これはもう当然もちろんのことです。 それとあとまあ解放紙ですとかその他もろもろでいろんな情報が手に入るかと思いますしまたあの地域でエリア部会というのを組織しておりますそのエリア部会の中にまあ,あのお仲間になっていただければ横のつながり同じホームインスペクションの仕事をしている仲間同士ですね でまた情報交換やなんかもできるのかなと思いえすそれとあと,、えーとまあ、これはあの我々、えー、まあいわゆる実務をやる人間に関しては、えー、必ず結果として入っていただいてるんですが依頼者に対しての責任として現場で物損事故を起こした場合や見落としにかかる損害賠償請求に対応する団体保険に加入していただきますと。えーこれはあの えまあ車の運転免許を取ればですねえいわゆるえ任意保険と別に自賠責ですね車両保険と別に自賠責に入るのもあの当たり前の話ですよねと。でまああのインスペクションまああのやりにあたってえ私知ってる限りはえ1つ2つえー同じような商品があります。それはあの実を言うとと物件ごとに 加入する、えー、と物件ごとに例えば何千円か払ってですね、えー、保険に加入するというようなイメージだったり、えー、といわゆるまあ例えば建築士事務所協会さんが入っているようなあのの加入している、えー、登録している事務所が入るような保険だったりというものはあの確かにあるんですが、まあ、あの我々の資格を持っている限りは えー、いわゆる自賠責として必ず、えー、入っていただくと。で、まあ、物損事故って何かっていうとインスペクションの物損事故っていうと何かっていうと例えば、えー、小屋裏をのぞこうとして押し入れに登ったら、まあ、押し入れの,あの実は棚板っていうのは非常に薄い下手すると3ミリぐらいのベニヤだったりするもんですから。 えー、ネタのないところに立とうとするとあるいは脚立立てたりするとですねあるいはあの仮に小屋裏に入ってですね、えー、梁の上を歩いてるつもりがついつい天井板を踏み抜いてしまったとかですね、まあ、あ,のあるいは、まあ、普通に部屋の中、えー、調査してて、えー、何か大事な壺かなんかを壊してしまったとかいうことがあの結構ありますで。それに対しての物損事故ですね の保証きえすそれとあと見落としにかかる損害賠償請求これは何かというと例えば中古売買中古物件の売買やなんかで不動産事業者さんからの依頼でインスペクションしたよとでまあまあ問題ないよねということで売買成立したよと、まあ、それは良かったんですけども後から。 何か不具合があったということで飼い主さんの方から損害賠償請求を不動産事業者さんがされちゃったと。でその賠償請求されたその損害金ですねを今度不動産事業者さんからインスペクターの方に「お前がインスペクション見落とししたから俺はこういうお金を払わざるを得なかっただろう」と。 いうことで損害賠償請求されるみたいなケースっていうのがえ時折あります。えー、まああのケースバイケースでえーまあそれがイコールすべてえお支払いするようなケースになるかどうかはまた別の問題としてもまあ様々にえそういうリスクもあります。えー、その両方にえ対応できるような保険に関してえ我々あの団体保険ですからえすべからく実務をやる。 皆さんに関しては加入していただくというような形になっております。まあこれはあのいわゆる会費として頂戴したお金の中から団体保険料というのを支払いをしております。えー、とまあさまざまに申し上げてました。あのサミダレ式で大変申し訳なかったかと思います。まあこれ冒頭にあのお見せした図ですね。もう一回復習のために。 出しましまたあくまでもいろんな住宅に関する建物に関する検査業務っていうのはあるねとでもそのすべてがいわゆるホームイインンンンススペペククシショョあるいはインスペクションいはとう仕事ですよとですから我々のホームインスペクターの資格を取ってどこまでの範囲、まあ、例えば建物の規模も含めてですねどこまでということはないです。要は全体を ままあまあ目視でやることがいわゆるホームインスペクションでその中で、まあ、専門性を持ったものがあればそれはそれでまたやっていこうねとですからこちらの資格を持っている方々があのホームインスペクターの資格を持っていただいても結構ですしあるいは建築士の方が持っていただいても結構です。士の方が スキルアップのために取るということもありえるでしょう全てがホームインスペクションですよと。でそれに対抗していわゆる限られた部分の限られた調査法定調査というかいわゆる法律の立て付けの中で決められた検査特に中古住宅の売買に限定したものになりますけども。 え既存住宅状況調査と過小圏の調査というのがあります。まあ、これも含めて我々はホームインスペクションというようなあの立て付けで考えております。えー、まあ,あのいろんなことを申し上げましたけれどもまあ今写真が写ってます、えー、下はですねおそらく鉄筋の位置関係をですねえ調べているえそれこそあの超音波の。 えを使ってですね鉄筋の位置関係を調べているところです上はあの床の傾斜やなんかを調べているところです、えー、まあぜひぜひあの我々のホームインスペクションあるいはホームインスペクター試験をですね、えー、勉強していただいて、えー、ぜひ合格していただいて我々と一緒にですね、えー、ホームインスペクターホームインスペクションの仕事をですね、えー、やっていただきたいなと。 ということでおお待ちしております、えーまあ、あの特に今年からはですね年に複数回受験ということでできるだけあの皆さんの業務に差し障りのない一番の都合のいい時期にですね勉強していただいて受けていただけるようにですね我々も工夫したつもりでございます。あるいはあの全国200数十箇所で受験できることになっておりますんで。 えー、まああの皆さんの一番ご都合のいい場所で受験していただいて我々のお仲間になっていただきたいなというふうに考えております。以上でホームインスペクター、ホームインスペクションのガイダンスを終わります。ありがとうございました。